今日はウリタさんとコラボをさせていただく予定なんですけど、歌舞伎町を案内していただくという企画を、まあ、ウリタさんにご提案させていただいてるんですけど、ちょっとドッキリを仕掛けていきたいなと思いまして、歌舞伎町で不良に絡まれたらウリタ純氏は助けてくれるのかっていうね企画をちょっとドッキリでやっていこうと思います。ウリタさんと合流したらちょっと、まあ、ウリタさんの歌舞伎町の伝説だとか、まあ、歌舞伎町のエピソードとか歌舞伎町のこういうところ危ないよみたいなそういう話を少ししていただきながらこうちょっと回っていこうかなと思うんですけど、まあ、その中で、まあ、僕がもし目の前で不良に絡まれたらウリタさんは果たして僕のことを助けてくれるのかっていうねちょっと企画を撮っていきたいと思います。ドキドキします。清水さんにちょっとカメラマンをお願いさせていただいてます。よければあの概要欄に、インスタグラムのアカウントだったりとかを貼らせていただければと思うので、ちょっと清水さん今回はよろしくお願いします。お願いします。どうですかちょっと今回の企画は。いやめちゃめちゃ楽しみですね。ドキドキしてて大丈夫かなみたいな、本当に揉め事になっちゃったらどうしようみたいな感じがあるんですけど、まあでもね、まあ、ちょっと面白いかなっていうね、見てる人たちに楽しんでいただけたら。ではやっていきます。今回は、歌舞伎町に来てます。僕が本当にずっとコラボしたかったスペシャルゲストの方に、来ていただいてます。すいませんお願いします。やったりだな。いやー嬉しいです。今回はウリタさんに来ていただきました。ウリタさん、今回よろしくお願いします。いやいや、こちらこそ。ウリタさんのことめっちゃ好きで、そのマイクパフォーマンスとかもちょっとウリタさんの真似を一回させていただいてるんですけど、カメラでは見せない部分、すごい優しかったりとか、まあ、気にかけてくださったりするところとか、すごいいろんなところで僕ちょっと気にかけていただいてて、歌舞伎町に来たのが、はい、まあ、その元々ウリタさんの地元、やっぱりこの歌舞伎町っていう街で、まあ、そのウリタさんの伝説とか、まあ、歌舞伎町ってこういうところは危ないから、見てる人とかこういうところ気をつけた方がいいよとか、危ない人もらいながら聞かせていただけたら、はい、まあ、本当に面倒くさいややこしい人を本当俺のこと好きじゃないと思うから、はい、話せないことばっかだけど、まあ大丈夫です。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。ということで、まあ、ちょっと早速ウリタさんと、まあ、歌舞伎町町ブラをやっていこうと思うので、はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあ行きますか。はい、お願いします。そこのここのカロッカの前で俺ガチンコ5クラマの1期生2期生のこと言うから。あ、本当ですか。あ、もう当然ウリタさんが現役の時。あ、そうそうそう、あ、現役の時になんか喧嘩することなんて あるんですか。あるよ。だからそれやっぱり彼が今も昔も彼が多いから、はい、そのすごい行儀悪いヤクザなのかきっかけなのかわからない連中がやっぱ全国から来て飲んでるから、あ、てっきりガチンコファイトクラブの子たちがもうなんかもう不良みたいな格好でいたから、はい、他のどっかの国のやつかと思っちゃって、はい、まあ、その僕らのなんか感性だと、うん、本職の人と揉めるのってめちゃめちゃ危ないというか、あ、そういう、まあ、普通揉めないよね。普通揉めないですよね、うん、やっぱ彼らは見てわかる見た目だし、はいはいはい、なんかまあ僕としてはその筋とか仁義とかそういうのは結構好きなタイプ。わかるよ。わかるよ。そういうのすごい好きなタイプで、ぶっちゃけよ、はい、これ今歌舞伎町でこんなこと言ったらいろいろ語弊を生むかもしれないけど、はい、俺の価値観、俺の感性としては、はい、筋の世界にいるくせに筋もクソもねえだろこいつらってばっかりだよ。あ、それは片木の世界も不良の世界 もう世界共通で、はい、筋を通すやつは通すし、はい、もう言ってることだけカッコつけて何にもチンポ感覚なのこいつらっていうのはいっぱいいる。あ、俺はもうそういうやつとも仲良くなれないもん。なんかその僕らの世代とかだとなんか歌舞伎町ってまだ悪い街みたいな感覚がすごい強いんですけど、ウリタさんから見た今の歌舞伎町ってどうなんですか。いや、もう外国人観光客しかいないよ。あ、そうなんですか。だから当時の人らとかどうやって生きていくんだろうって逆に俺はちょっと心配になっちゃうな。へえ、もうじゃあ全然なんかやっぱウリタさんの知ってた街と比べたら、俺がだって、うん、俺が知ってる頃はね、振り込み先がまずないから、はいはいはい、そんな年寄りで騙すよね、仁義のないやつらいなかったから、はいはいはい、でもいたのはやっぱ闇金のやつらだったの。あ、闇金。闇金のやつらがしのぎなくなってあの振り込み先が生まれたの。ああ、まっすぐ行ったところに俺が生まれ育った。あ、本当ですか。もうなくなっちゃったんですか。はい、じゃあぜひ行ってみたいです。まっすぐ行ったら角がさ、はい、今本当の看板になってるんだ。お店、金屋さんだったの。はい、そこで俺の母ちゃん
ずっと働いてて、生まれが歌舞伎町なんですか？あ、そうそう、あのだからそのコラがいる大久保病院に俺生まれた病院なの。はい、だからだから関係ないし、俺生まれ育った病院の前でお前何やってんのぐらいの感覚だから。ああ、なるほど。思いっきり地元で住むの嫌じゃん、自分の。はい、嫌です俺ずっとここだから。だから多めに見てもらえたことあるかも。いろんなところで俺ルール破って売れたものやろうって刺激してきたけど、いっぱいいろんな人に怒られたこともあるけど、はい、でもだいぶ多めに見てもらえてるのは、ウリタ本当の仕事だからなっていうのはあるかもしれない、はい、あ、 あと昔そこの地下に、はい、新宿に伝説って言われた M スっていうサイケトランスのクラブがあって、まあ刑務所出てきて仕事がないから、その仲間が俺にずっと日当8000円とか1万円で、はい、セキュリティ的なことを頼まれて一時期ずっとやってたんだけど、その頃はもう本当あとの創屈だったよ。もう大変だったよ。なんとか兄弟、なんとか連合にドラゴンにもうみんな来るから、はい、毎週もう大変だった。それすごいっすね。毎週大変だった。なんか本当に、まあ、命の危機とか、うんうん、そういうのがもう毎日起きてるような感じですか？毎日でもないよ。毎日でもないけど、まあでもね、刺されたりもするし、はい、やっぱ ICU とかもよく入るし、はい、だけどだんだん懲りるよね。あ、体も心も疲弊してきて、だんだん、はい、体が持たないなっていう、はい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 、その時はどっぷり使って右も左もそんなやつらばっかだから、はいはい、自分の色が分かってないから何色なのか自分が、はい、だからそんなところにいるからそんな目に遭うんだよっていう人の親切な、そういうものを早く抜けろよってことも分かってないの。もうそこでしか生きれないんだ俺はって思ってたんだけど、はい、全然そんなことなかったね。そこの角のガラス張りのところが、はい、うちの親父が花屋やってて、はい、そこで育ったの。へえ、うん、今はね、もういなくなっちゃったけど、ちっちゃい時にここの階段とかでお兄ちゃんと座って、母ちゃんの仕事は待ってたんですよ。そこでポステスとか、遠ざかってポステスとかが遊んでくれたりして、うん、あ、そうなの、うん、これ僕の知り合いの店です。そうそう、だからあの動画見て、はいはい、俺が子供の時遊んでたところ、目の前のスピーカーだと思った。あ、そう。そうですよね。もう本当目の前なの？本当目の前。ちっちゃい時もここで育った時も過言じゃないもんな。あ、なるほど。その辺でいつもかくれんぼしたりしてて。はいはい。ここ何があるんだ。あ、ぜひ、よければ一緒に。うん、で、夜しかやってないんですよ、ね。あ、そうなんだ。はい。夜なんかもう寝てるよ、普段寝てたもんね。普段寝てます。もう10時には基本就寝してるんで。うん、はい。俺、あいつ好きだよ、リキと。あ、本当ですか？あいつ可愛いよ、マジで。いや、もう良かったですよ、って笑って。あのキャラ最高だよ。いや、あの負けん気分、誰よりも気持ち強いでしょ。はいはいはい。やっぱ一定の勘違いも大事だから、負けたけど別にあの頃の中で負けてないだろうから。そうですね。あれはたまたま運が悪かったぐらいしか思ってないだろうから目が強いじゃん、全然。はいはいはい。俺あのリキト君と大地君の関係好きだった。あ、本当ですか、うん、いや嬉しいですね。もう彼は小学生から一緒だったんで。そうなんだ。はい、本当腐れ縁だね、それじゃね。いや、めちゃめちゃ腐れ縁ですね。うん、やっぱ彼がなんかこう不良の世界じゃなくて、やっぱ表の世界で頑張りたいっていうのをめちゃめちゃ応援したいんですよ。なんか野生的じゃん、あいつ。そうですね。いや、ウリタさんにそう言ってもらえてめちゃめちゃ、多分本人も超喜んでると思います。で、なんかさ、こうちょっとああいう強がった感じを作ってるけど、なんか褒められたりしたりなんかすると、はい、えみたいな顔は嬉しそうじゃん。そうですね。あれいいよ。またちょっとコラボするときに。あ、ぜひお願いします。はい、ウリタさんに褒めてもらったなんて言ったらめちゃめちゃ喜びますね。あ、そう。はい、みんな好きだと思うよ、あの子のこと。あ、本当ですか。やっぱよく分かってるブレイキングダンスがね。あの、いや嬉しいですね。でも昼間は平和だね、うん、やっぱ全然違いますか。違う。俺らの時はその目の焦点も定まってないような危ねえのがもうしょっちゅうこの時間もいて、こういう歌舞伎町とかも全然来ないんで、まあそれこそ今まだ昼ですけど、うん、やっぱ夜の顔は全然違うんだろうなっていうのがあるよね。そうだね。後半に動くもう金が桁違い、動く金がでかければトラブルも出たとでかいし、はいはいはい、平気で人生が壊れちゃうじゃん。はい、古田さんのそういう歌舞伎町のルースとか聞けて嬉しいですね、うん、あ、そう、はい、そういう過去とか気になってる人も多いと思うんですよね、うん、そう。準備しよう。え、ちょっと写真撮りましょう、写真撮りましょう。俺ね、撮りましょう。やばねえ。何なの。え、じゃあ俺の撮ってくれるって言うんだよ。俺が撮ってくれるって言うんだよ。俺が撮るか、うん、俺が撮るから。何なのお前。え、レジェントロスだよ。どこがガキだって言うんだよ。写真撮ったら、ね、分かった分かった。俺動画撮ってんだよ。俺のお客さんなんだよ。え、俺のお客さんなんだよ。
そんなコントいいじゃん、こっちがいいって言ってんだからいいんだよ、触んなってやるよ、触ってやるよ、関係ねえよ、関係ねえ、てめえ全員来いよ、ほら関係ねえから、こっちだけ、なんてやるよ、ほら、なんだってんだ、なんで撮ってくれてるんですか、なんだ、なんだってんだ、まあ行きますか、じゃあ撮りましょう、撮りましょう、写真だけ、写真、何をしてんだ、写真だけ撮りましょう、写真だけ撮りましょう、写真だけ撮りましょう、写真撮るって、写真撮るって、何だよ、何だよ、写真だけ撮るって、写真、おい、いや、お前に写真撮ってくれんだ、行きましょう、行きましょう、行きましょう、おいおい、お前らやんのかよ、やってやるよ、やめて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 、本当申し訳ないです、すいません、これ、ドッキリでした。途中からおかしいと思ったんだ。本当申し訳ないです。ごめんごめん。やられそうみたいになっちゃった。ごめん。おっとごめん。なんかね、途中からこの写真にみんな行き過ぎるから、ちょっとおかしいなと思って。ただ、ウリさん、実は今回の企画は、僕が不良に絡まれたら、そうなの、ウリダさんを助けてくれるのかっていう企画だったんですよ。なんで本当に、ごめんなさい。想像以上に助けてくれて申し訳ない、ごめんね、あ、しっかり締めましたよね、締めましたね、じゃあ足浮いてたし、みんないい子なんで、はい、ということで、まあ企画は大成功でいいんですかね、大成功ですね。あっちに行こうとしてる時も、はい、ここさっき通ったじゃんって言って、なんかずっと歩かされてるなと思った、ウリダさんの方のチャンネルでちょっと対談の方も撮らせていただいてるので、ぜひそちらもご覧ください、ウリダさん今回はもう本当にすみませんでした、申し訳ないです、心が痛いわ、はい、もうすごいドキドキしながらやらせてもらったんですけど、めっちゃ心が痛い、あの次はちょっとめっちゃ頑張ってたもん、こいつなんだなんか止めてくんない、いや、止めようと思ったら腕入んなくて死ぬとこだったもん、めっちゃ絡んできてるくせに手は出すなとか言い出してたなんか一番不良っぽいんだよ、いや、ドラゴンとか見そうじゃん、ドラゴンとか見そうじゃん、ということで、これで僕の動画を終わりにしたいと思います、ぜひウリタさんのチャンネルもご覧ください、ウリタさん今回ありがとうございました、こちらこそです、ありがとうございました、ありがとうございました、ではありがとうございます、はい、ではめちゃくちゃ怖かった、いや焦った、ヒゲの時出すでしょ、エイトさん、喧嘩なんで、はい、推薦で、あ、ブレーキングダウンね、はい、いいね、いいねブレーキングダウン出せばいいじゃん、絶対コメント湧くじゃん、絶対湧きます、本当、うん、みんなありがとうございました、ありがとうございます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 、じゃあちょっとこれで僕は一旦行くんで、ありがとうございます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 、あれはでも気づきました。やってやるよっていうのは、いや、あ、そういうことか。あれはやってやるよ出したの。はい。本当こんな先でこの間撮ったばっかだから動画を。はい。本当にそういうタイミング悪いっすよね。あ、俺本当になんか言ってきそうな感じだから今俺に。はい。こういう感じで来るのが昼間からとかって一瞬思ってる。ああ。なんかみんなすっげえ俺を振る無視して、もうなんかビビってんのかみんな富澤君に行くから。まあでもまんまと教えられましたね、いや後半でも俺はもう分かってるからもうドッキリ返しじゃないけど俺がもうマジ切りして脅かしてやろうかなと思ったあれこんなくだらない企画に付き合っていただいて、いやいや本当にありがとうございます、掴みかけた夢のこと、悔しくて涙したこと、どうしても勝ちたかった日のあの悔しさを忘れない、見ろよだからこそ立ち上がったよ、未来と結ぶこの夢と負けることで強くなれたんだ、また栄光の未来へ進んでいこう。